じゃあ、こんにちは。本当に聞きたいことが山とあってさ、まだまだもうなんか宝石箱みたいに見えてるけど、はい、いや本当にいろんな経験も裏話もあるしね。そうですよね。で実は聞きたいこと豊さんだけじゃなくて、はい、ツイッターでファンの方に村田さんに聞きたいことって言ったらですね、たくさん来まして、皆さんもやっぱり来るよね、聞きたいという。はい、なので早速ご紹介していきます。ツイッターで出したんや。そうなんですよ、たくさん来ました。まずはロケツさんありがとうございます。はい、現役時代の、はい、監督だった藤田さん、はい、王さん、長嶋さん、はいはい、それぞれ何か思い出はありますか？それぞれ思い出、それぞれ、ね、藤田さんの時に出たんだっけ。藤田さんは一番最初僕が入った時18歳で藤田さんが一軍の監督で、で王さんが助監督で、で王さんの時に一軍で使ってもらって3年目21歳 で20何20歳ぐらい出たんかなと、ホームランに4ぐらい出てもらって、で王さんに秋のキャンプで、来年はチャンスもいっぱいあるんです、頑張れ、わかりました。翌年キャンプで頑張って、俺も体良かったんだろうね、肩壊しちゃって、で3年棒に打ってダメだったんだけど、で王さんの時は何もできなくて、で王さんもね、バットのいろいろ一緒に教えてくれた。あ、そうなんですね。うん、王さんはあの、またしっかり割ってグリップが遠回りせんように最短で内から出して、バット軌道こう出して実際にティーしてくれて、お前こうやって打つんだって言って、秋のキャンプですごい教わって、で翌年全然ケアしちゃって4年目、5年目、6年目、ダメで、すごい人に指導を受けてるよ。そうですよね。友達って成績で、いやだけど、それが自分の財産になってくるわけじゃない、ね、できなくてもすごい嬉しかった。秋のあの3年目の秋のキャンプは嬉しかったね。実際にいつも夜の練習で王さんが来てくれてよ、すごい一生懸命、すごいよね。王さんやかっこええと、来てるかって、はい来てます。藤田さん、王さん、長嶋さん、すごいね、知らない、現役の時に落合さんの部屋行って、あ、すごいよね。で入って原さんに抱えてもらってね、なあ原やみたいなね、ほんまね、もうやっぱり藤田さん羨ましいなって。いや羨ましいよ。だあの選手的は監督は藤田さん、王さん、長嶋さんでしょ、はい、で選手で本当原さんに伺ってもらって、原さんを育てて、はい、で落合さんが落合さんの聞きに行ったりとか、すごい、どうできるんだ。まあ、頭なんかぐちゃぐちゃになったんじゃない。でも楽しい、本当ね、僕野球人生はね、本当もういい、最高の人生だと思う。いや、ね、最高の指導者だよね、なんかね、すごいですよね。もう本当に重みがある、説得力がある。でも本当王さんは、でも本当にでも王さん監督的に自分は何もできなくて、はい、申し訳なかったなっていうことね。そして中嶋さんに行ってから藤田さん、あ、ま、藤田さんが世に出してくれて、はい、藤田さんは厳しかったけどね、もうすでにね、こうもう呼ばれたら、村田って、はい、中嶋かな、中嶋かな、もうすっごい、もういつも怒られたり、ね、もうなんか姿勢がピンとなるんだ、なんか温厚そうだけどね、もうね、厳しかったの。そうそう、ね、ブラウン管でね、あの裏に猿に気合いに行ってするテレビがあるから、ああ、あと終わって行ったら、富士さんとこうニコ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 してるイメージでしょ、うん、で打たれたりして帰ってきた、パーッと裏を来た瞬間に、しっかり死ぬわって言って、考えてるのお前は、お前の指一本で巨人が勝ち負け決まるんだよって言って、サイン出す指でね、なんであそこでまっすぐだよ、考えてみろお前、さあ、はいはい、でバトル行ってニコニコって笑って、あーそう、もうあのすごい勉強になったよね。俺はあの自分のキャッチャーとしてのこう考え方とかは全部藤田さんに、藤田さんに言われることをやって、それをあのコーチになったり新之助に伝えたり、全部ほとんど藤田さんに言われたこと。ほんでピッチャーはこういうの思ってるだろう、お前何自分こういうの考え方してんだよ、藤田イズムがじゃあつながってるんですね。そうだね、ピッチャーの心をつかめということだよね。なるほどね。はい、いや羨ましいな、なんかな、はいって言ったら、はいじゃねえよ、交代だ、交代だ。あ、そう、でこでこって言った、はい、でも交代。あ、そう、いいね、うらやましいね。長嶋さんはこうってまあおとなしくみたいな。長嶋さんは来られた時、俺も出てたし、試合に、
本当にでもあのキャッチいっぱい取られてそれだからしょうがないのね。俺が突き抜けてないから普通の平均的なキャッチャーそれはしょうがない。でその中で競争だから長瀬さん来られてもう毎年キャッチャーこう取られたりしたけどね。でも俺思うけど野球界もそうだしテレビ番組芸能界の人も多いじゃん、うん、一番誰があんた見た中でスーパースター誰と思う？俺長嶋さんだよね。やっぱそのオーラっていうかさ長嶋茂雄っていうのが俺もスーパースター俺の中のスーパースター誰だ長嶋さん。あ、じゃあもう現役の時で監督にいる時からやっぱり、いやあのね93年監督来られるじゃん2月1日ねキャンプ1日で普通は豊かもそう思うけどキャンプ行ったらさ大体ロッカーって一塁側の後ろにあるじゃん、ね、基本的にあるよ。で一塁側ベンチからライトに集まるんだよね、うん、でライトにみんな集合して今日の練習の確認したりしてよし今日一日頑張ろうな OK やで声出してよし行こうってこうジョギングしてこう始まるわけね、はい、その前の藤田さんの時もさ王さんの時もそう大体朝ミーティングすんねん朝ミーティングすんねんけども、まあ、グラウンド来ておはようございますじゃあやろうな。その時監督いなかったわけ、はい、俺藤田さんって監督の藤田さんっていないねやとへえと思った。じゃあもう今日は監督ちょっと忙しい今日からじゃ朝から9時から取材してんのみたいなさすがだと思ってさ、はい、で走ったからしたらさあのライトと あそこの門がバッと開いたわけ、はい、したらさグラウンドに車が入ってくるってことを経験なかったわけ、はい、門が開いた真っ白なクラウンなのかなクラウンだよね。わ、おい何や車が入ってきてなんだよって言ったら、はい、女性じゃない男の声でパッと降りた瞬間にミスター、ミスターって言ったら中島さんパッと手を挙げたらもうスタンディングオーバーしてたわけで俺らさあでもうスタンドにいたから選手は誰見ていないみんな中島さんはぁーって俺走りながらあれスターって言うんやなってスターやなってみんなと話しながらそう手を挙げて車から降りてきたすごい登場の仕方ですね。それもねやっぱ中島さん演出考えてると思うよね、うん、そうなんです、ね、計算だと思う。そう思う忘れもせんけどもすごいあまりのかっこよさとその、ね、監督にそこまでってないですもんね。ないよもうだって長嶋さんがノック打つそれまでユニフォームを見せなくてバッと脱いだ瞬間にすごいフラッシュと歓声だったもんね。本当にスーパーザーとかかっこあれが野球界を作って刀だなと思った。あまあいやじゃあ長嶋さんはもうオーラですね、うん、すごい存在感ですよね。もうすごいかっこよかった。あと村田さんはあの原監督と高橋由伸監督の元でもコーチもされてました、うん、すごい方たちの、ねね、元というか隣でやってらっしゃってその2人の監督というのはどうでしたか村田さんにとってみて。原さんはもう選手というからすっごいお世話になっててしょっちゅう飯食いに行くぞって連れてもらってて原さんがヘッドで来られて中島さんの時に、はい、でもうとりあえずあの引退するって原さんするのよそうかってどうするのお前コーチやるかいや皆さん俺も20年頑張ったし一回外から見てみたい分かったっつって前に好きにしようとシーズン悪く電話してもらった来年俺監督や監督さんおめでとうございますよかったですねお前コーチや頼むぞガチャン一方的にもうすぐもうすんまなくいっぱい電話さん頼んだぞああえはいあガチャン電話さんどうしたのいやコーチやるみたいやとコーチやってそれで決まったんですか。でも原さんって監督だとやっぱり厳しい。いやあれはね皆さんどんなイメージ。いや私はもうなんかグータッチのニコーンっていう感じの。あね鬼になるってあるからね。原さんってねあの激しいよ性格は熱いし、はい、激しい。そうは感じさせないけどね。ですよね。なんかあとアメとムチなのかなと思う。コーチには厳しい。選手的にはね本当にいいお兄ちゃん優しいお兄ちゃんと俺も全然原さん。原さん腹減って焼肉食いたい、行こうかみたいな、オッケーって言って、うん、焼肉を監督になったコーチになったらやっぱ厳しかったよね。鬼っていうかさ、俺ベンチで蹴るとかだからあったもんね。パワハラで打ってたよみたいな。まあそう。そうなの。そうは見えないけどね。じゃあなんか何かミスした時とか。だからいっぺんね、そらあれわざとなんちゃうから何本打たれば打たれたらさ、お前の指導が悪いからって怒鳴られるけど、だって選手が。ピリッとなりますね、うん、あれわざとにみんなまで怒ってるんだと思う。で、選手もあ、やばいっていうふうに思わせて、うんうん、そりゃそう思ってた。でも高一に監督室に呼ばれて、はい、お前どんなミーティングしたの今日お前のミーティング悪いやって言われた時はいや、これはほんまに怒ってるんだなと思うそれは、まあ、一体一度だけはどんな歴史が当たることもあるし、はい、でも、それだけやっぱし責任もあるし
です、うん、あと原監督ですが言葉をうまく選手に伝えたりとかして乗らせていくようなイメージもあったんです、うん、言葉って原監督やっぱり原さんの言葉ってすごい大事だと思うし、うん、あの本も読んでると思うし、うん、俺らにもあの言葉って大事だから考えろってよく言いますよ、ね、やっぱジャイアンツってさなんかこう温厚そうでそうなんですよなんかあれだけど裏の話聞くと相当厳しいよねやっぱね藤田さんもしかりやっぱ勝てるチームってそうなんだなっていうのを勉強になる王さんも厳しかったよ王さんなんてもう連敗したらすぐ返してくれって王さんがですか王さんもこれはみんなこれ負けるとカッカくるんだろうね長嶋さんなんかその辺バットでカーンみたいなさ怒ってるみたいなそうなんですかそうよもうでも共通して言えることはあまり根に持たない人が多いっていうねそうねカラッとってことですよね、うんうん、みんなそれはもうユニフォーム脱いだら全然大丈夫次はみんなありがとうございますもう全然でも試合中、うん、みんなもやっぱり勝ちたいっていう感じですよね絶対そうだよね気持ちがこう前に向いてるから、うん、勝ちに、うん、だから そこから外れると腹立ってしょうがないんだろうねそれは一流の選手ばかりが監督ですもんね。そして由伸監督になるわけですけども、うん、どうだったんですか。だからあの今まで選手とか原さんは先輩で、うん、5つ上 で一緒にやってこうやってやってきたけど、で由伸が監督になった時、俺ヘッドコーチやったでしょ。でも結局やっぱ力になれんかったっていうのはあるよね。でもそのあのねでもねやっぱそうやな今思ったらこう。その3年間一番にしてしんどかったんから結果は出せなかったっていうのがあるからねでも一番いい勉強になったんじゃないの自分自身いやその頃はもう勉強してたらあかんよみたいなさまあそうかそうもう10年間コーチやってきてね、うん、やっぱり吉野からも、うん、球団からもヘッドコーチやってくれてやったけど、うん、やっぱり結果としては力足らずやったってことですよね、うん、もうまあ結果を見るとねそう一番さ、ね、一番しんどかったね、うんやっぱりこう初めての監督現役もすぐ終わってっていう、うんうん、その指導者としての勉強もないまま監督に据えられて、うん、それを支えるしんどさってやっぱあったでしょそうですねしんどかったですね思ったらねいやコーチでもある程度やってくれてて監督になるんだったら、うん、いろんなことが分かってるだろうけど、うんうん、全くの真っ白からのスタートじゃない、うんよつらかったと思うよであと、まあ、一番は由伸を優勝の監督優勝監督もできんかったっていうのが今の唯一俺やるねあの悔い残るとしたらそれだけやねうん、うん、それだけであと、まあ、コーチだよあと由伸あのいつも試合終わってからこう試合の毎日反省するわけじゃないあの今日はどうやったらやったなって雑談とかずっとあるわけじゃないの中であのもし由伸が怒りたかったら怒ってないとでも俺は監督だろうなよっぽど時はいいけどもあともう俺が文句言うから吉野が言ってほしかったら言ってくれと、うん、俺も言うしみたいなだからもう選手にはもうチームとしてもこれはやったあかんことっていうのずっとあるからでそれがあったらやっぱ走るんが甘かったとかさサインミスとか、うん、そんなのが全部送るようにしてたけど結構これ褒めるのって簡単なんだようんもう、まあそうだね、あよかったね、エプレットなあ今日は残念やったな、明日頑張ろうこれ楽、怒ろうがエネルギー使うのそうですよね、うん、言葉も選ぶし、こっちもね、心的に怒った次の日、うん、どういう感じでグラウンド立ってるかとかね、いろいろ大変なの怒るのって一番エネルギーいるからですよね怒る時の言葉選ばなきゃいけないし、はいうん、でも選ばん時もらったと思うけどねもう同行しててね、もうしっかりだいぶ疲れてたもんね、グラウンドでねそうだったんですね、見てて疲れて、うん、忙しいしねうろ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 してたしねそうなんですね、うん、はい、続いて、はいこの方、阪神ファンの方なんですけど、はやとさんです、はい、なんであんなに甲子園で打ちまくったんですかっていう、そうよく言われるわ、甲子園でも打率が違う、ね、そう、それでもそうそうなんです、甲子園では打率が3割7分5厘ドームでの阪神戦は2割5分8厘なんですよ甲子園になると打率3割7分5厘なんですよたまたま、ほんとたまたまだいや、だってねあのその、いいとこで、たまたまいいとこで打てたっていうんじゃない、はいいやでも率も残ってるそうなんですよ、ね、やっぱ阪神ファンの人たちは子供の頃村田さんがなんで甲子園であんなに打ってるんだってもうトラウマになると、うん、もうかその名前を見るだけで9回に薮から、同点ツーランだとか、うん、あの全部あの甲子園が思ってたから攻撃が、はい、で延長で
同点で延長で10回に猪俣からホームランだった、そんなのは覚えてるけど、そんなことないの。いや、やっぱ空気が合うというか、そんな感じがするんじゃない。関西の空気があるのかね。地元のね、それやね、たまたまやったの。あと俺、左ピッチャー好きやったのね。阪神左ピッチャー多かったの、中田とか、はい、マイクとか、猪俣とか。そういうのもあるんですかね。そうです、90から92年の3年間で33本のホームラン、うち24ホームランを左ピッチャーから。そうでしょ、なのでやっぱり阪神が初戦が左やったっていうのもあるかもしれない。いろんなのがじゃあ重なって、たまたまたまで、やっぱり地元っていうのもあってっていう。あと甲子園も好きだったよ。好きだったからやっぱ甲子園憧れの球場じゃん、まあ、そう子供の頃に。いや、そうですよ、ね、俺甲子園も出れんかったし、うんうん、出なかった、うん、でも俺も太陽戦で8点リードしててさ、うん、ジャイアンツにドームで8-8まで追いつけられて、さよなら打たれたよね。え、遠藤さんから、遠藤さんのフォークかなんかを拾ってセンターのさよならヒット。そうそう、あれバント失敗やなとね。そう、あれバントの失敗の後だっけ。バント失敗、あるある。あー、あれそうやったっけ。延長戦でね、大逆転負けをして8点リードだって。さすがに負けたよね。そう、フォーク、抜けフォークが来てちょっとたまたまさよなら、うん、センターの左が。そうそう、よく覚えてますね。覚えてる、守ってたんですよ。嫌な感じがしてたんだよ。いや、なんとかしてくるだろうなと思って。まあでもずっと出てきてね、話を聞きましたけど、うん、どうでした、 YouTube 出演。いや、いや、僕の中でこれ YouTube もこれテレビも一緒でしょ。一緒ね。うんうん、板橋さんの覚悟があまりにも。いやいや、ワンちゃんと散歩でも行くのかな。いやいや、まあちょっと気楽に。あ、なるほどね。見てほしい、いただきたいな。でもまだ山ほど話があるから。ありますし、ツイッターのね、また機会があったら出てください。あ、出ても出てもね。で、チャンネル登録をぜひ最後にねしていただいて。そうそう、もちろん後でさせます。忘れて、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。